皆さんこんちゃ毎度どんだべです。今日はですね、小樽港に来ております。明日の朝放送係さんのひろたんさんと聴講予定、合流予定になっておりますが、どんだべ昨日今日寝てないので寝過ごしたら困るということでね、一足先に小樽港に来て投げて、これからちょっとね仮眠をしようというところではあったんですけれども、投げたっけ当たりが来ちゃったんでね、なんか細い当たりなんだよなこれな。そういうことで、暗いうちなんですけど頑張っていきたいと思います。置いといて寝ようかな。はいはい、皆さん見てください、どんだべ人生初風釣れました。あげたらついてました。風ちゃんです。一匹目ゲッツ。夜中でも釣るんだね。いやいや、これ寝る暇ねんじゃね、俺もしかして。でもいやー、ハゼを釣りに来たくて、白老湯から来て、白老湯から来て、そうで釣りたいなと思って。全然釣れないわ。サバなんですよ。あ、みんなサビキなんですね。もともと小樽なんで。あ、ええ、そうですか。やった。なんだ、重い、めっちゃ引く。これはハゼじゃない。おーおお、すごい。何、おおおお、アブラックかな。放送さんも
合流しました。はい、六東会。はい、どんどべです。どうも、今日はどんだべさんとのコラボ企画で、はい、小樽に来てます。小樽です。はい、来ちゃいました。ここまで何キロありましたか？何キロでしょうか。下走ってきて3時間ちょいかかりました。100、120、30キロあるよね。あるね、あるよね。まあね、せっかく来てもらったんだから、はいはい、ここで今日はハゼを狙って釣りたいと思います、はい、頑張ります。で、まあ、今日の企画としては、はい、どんだべさんと俺の、はい、ハゼの数釣り勝負で、はい、やっていきたいと思います。はい、それでは始めます。はい、頑張ります。よし、これ20ぐらい？あ、ついてんじゃん、やっぱり。そう、20ぐらい。1匹目。1匹目。まあ、ヒットです。お、乗ってるな、多分。ちっちゃくて乗ってんのかどうか分かんないけど、だからドゥルルって言ったから多分乗ってるとは思う。あー、ついてるわ。あ、しかも待って、これダブルじゃね。ちょっとまたいいんじゃない。これ放送さんに追いついたよ。やばい、いきなり追いつかれた。乗った。すごい、ヒート悪いわ。あ、ついてた、ついてた。すごいヒートだね。発言。これは今はハレール。ハゼ。ハゼ狙いの仕掛け。はい、ハゼです。海のハゼか。はい、私川でハゼ釣ったことあるけど。ああ、そうなんですか。なんかね、天ぷらにしたらすごい美味しいらしいんですよ。そうそうそう、うん、私はもうハゼって川の魚だとずっと思い込んでる。ああ、そうなんですか。川で釣るもんだと思ってたら、なんかね、海で。ああ、俺海の固定しかないから。あら、あらららついてた。フィッシュ。ついてる。多分。トントンってやってるから。やだー。いや、多分飛ばせば。遠投してたら蓋は良くなったんです。大丈夫。それでも一本負けてますから。やっぱり遠投かいこれ。おお、またいいことだ。おめでとうございます。はい、あー、乗った臭いな。逆転かな。この差は当たりいいな。あ、待って、トーナメントも来てる。一応合わせて。本当だ、一番上だ。イエーッ。待てよ、お前は置いといて。あ、重い。彼じゃない？結構しなってるよね。しなってる方じゃない？ハゼじゃないよね。ハゼらないでよ。ちっちゃいの。結構の重さあったけどな。あ、やばい、やだ。プラニやばい。で、おお、
またいい方だわ。あ、大きいね。今日一じゃない？おお、はいやー。あ、マジか、遅かった今。さて、結果発表。はい、どんどみさん、まあ、よく見えないけど7匹。はい、ひろたん7匹同点です。はい、タイです。結果同点引き分け。はい、はい、また次回に持ち越しで。はい、お疲れでした。はい、今回はこんなんでどんだべということで、またお会いしましょう。バイバイ。